はい、皆さんこんにちは。ハーチャンネルのお時間でございますが、今日やばい、神回になるかもしれない。ご覧になってこう椅子が2つあるということでですね、本当にいつも質素に細々とやっているハーチャンネルにスペシャルゲストが来てくれました。もうちょっと早速登場していただきたいと思います。こちらのお二人です、どうぞ。どうも。わー、玉木さんと松本さんです。嬉しい。やばくない？豪華すぎるって。現在公開中の映画、うん、ゴシップ・ドゥ・ザ・シネマ公開しておりますが、共演している玉木さんと松本さんに来ていただきました、うん、よろしくお願いします。どうも。なんかいつもはね、 iPhone とかスタッフもこんなにいないのに、うん、やっぱお二人が来るっていうことで、ちゃんとした番組感になってますよね、うん、そうなんですよ。私自身初 YouTube です。そう、 YouTube デビュー。 YouTube デビュー。ありがとう。ちょっとこのハーチャンネル、ちょっとスタッフも雑なもので、映画のね、役柄をこう見てる方に説明していただきたいんですけど、ちょっと今日分刻みのスケジュールということで、まあそうね、みんな忙しいですから、はい、玉木さんからちょっと順番に一人ずつ10秒で役の説明を、うん、10秒って割と短い尺ですけど、ね、いやちょっと時間がないもんでじゃあ測らせていただきますね、うん、よーい、お願いします。富士見の立つです。はい、ありがとうございます。なるほど。富士見の立つですとしか言ってなかったです。大丈夫ですか？大丈夫です。富士見の立つですから。間違いないですもんね、はい、それは。YouTube ってこういう感じなんですね。フリースタイルで大丈夫です。はい、本当に。マリカ姫に行きますか。ちょっと待って。お願いします。あれ？自己紹介しないパターン。小春です。おー、いいじゃないですか。そうですか。多分あれ無言生って何なんだろうって集中させといて逆にね、もう小春しか入ってこない、それでいいと思います。春もやるの？じゃあ行きましょうか。はい、顔言ってもないしね、しかも10秒はみ出てたから、ああって言い出した。経てね、今回極主夫道映画になったんですけど、伝説の極道だったんですけど、足を洗って今やもう本当敵なしぐらいの専業主婦の妻のミクで、今回映画に松本さんがゲストという形、元レディースっていうかなりキャラパンチ強い役なんですけど、まあ、結構ここでそのたっちゃんを取り合うみたいな恋のバトル的なのが映画では描かれている感じですかね。ちょっと本当に時間がないところ申し訳ないんですけども、はい、お二人にはプレゼントがあるんですね。マジで？つい最近1ヶ月ほどスリランカに行ってましてですね。あ、ちょっとお休み報道があった時に。お休み報道なんかでも、シナモン爪楊枝。へー。アーユルヴェーダの、あ、おでこから垂らすやつね。ま、オーガニックの、ま、ナッツに甘いのが。めちゃめちゃ買ってきてくれてるじゃん。本当だね。ありがとう。時間取っちゃったんですけど、いつもハーチャンネル一人でやってるんですけど、うん、時たまめちゃめちゃ豪華なゲストが来てくださる時があるんですよ、うん、その時はね、ゲームをやらさせていただいてて、うん、今日お二人せっかく来ていただいたんでゲームを一緒にやりたいと。よし、今日はお三方のためにゲスト2つご用意しました。はい、勝者には豪華プレゼントをご用意しますので頑張って勝利を目指してください。お、プレゼントがあるんですね。まさかスリランカ旅行ですか？豪華、それは豪華ですね。豪華だな。ぜひ行きたい、行きたい、うん、多分ですけど、うん、フルーツな気がする。何でもフルーツにすればいいと思ってる節があるんですけど。じゃあまず一つ目のゲームは剣道士ガチンコファイト。これ知らない、有名なんですかこのゲーム？昭和に育った人たちは僕らはやってますね。ただちょっとなんか進化してる感じには見えるんですけど、うん、面白いんですか、ね、うん、面白いんですか、ね、多分面白い、ね、面白い。このゲームは総当たり戦で勝った方が10ポイント。はいはい、では第一対決、私と牧本さんということで、負けないですよ、女の戦いですからね、レディーファイトの後に、おっしゃー！
最近キックボクシングやってるから。そうだね、多分私もキックボクシングやってんだけどな次は私と玉木さん。よし、もうね、余裕でいけると思う。あ、本当に、うん、分かりました。これ覚悟も大事だよね、きっとね。いや、遠いだろう、こうなっちゃうよじゃあ行きます。長い長い。長期戦ちょっとエコに走りましたさっき客観的に見てて、とりあえずここをやっぱ動かさないことにはパンチが出ないわけでしょ。これだと多分無駄に体力使っちゃう。松本さん対玉木さんいきましょう。総当たり戦ですからね。よっしゃ、強いな、やっぱり悔しい。マリコちゃん、マリコちゃん悔しいだろうね。このゲームは終わりですね。はい、続いてのゲームいきましょう。それでは続いてのゲームは、はい、ジェンガです。お、ジェンガ。ルールはジェンガと同じになります、うん、ただしブロックの中には極主不動ザ・シネマに関する質問が書かれているものもあるので、うん、ブロックを抜いた方にはその質問に答えていただきます。ジェンガを崩してしまった方が0ポイント、うん、崩さなかった2人には20ポイント差し上げます。田崎さんが20ポイント、カルナさんが10ポイント、松本さんが0。全然でもまだ巻き返せますね、うんうん、シャワーグー、じゃんけんほい、じゃんけんほいその点数順じゃもはやじゃあもうたっちゃんからやりましょう。書いてますか？あ、書いてある共演者で一番天然なのはということなんですけど、稲森泉さんですかね。 すごく真面目な方、うんうん、ですごくチャーミングなんだけど、うん、何度も何度もあのスーパーのシーンで、うん、新しく入ってきたセリフを、うん、バカキノコかなんか、うん、バカキノコが出てこなくて、うん、毒キノコって言ったりとか、なんかね、意外と、うん、天然な方なのかなっていう。役柄的には結構ね、ドスの効いたね。そうそうそう、かっこいいしね。姉さん的な感じですけど、うん、そういった一面があるという。そうそうそう。序盤は全然。あ。いや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 。あ、何も書いてない。うん、ここいけんじゃないですか。いいですね。あ、そうね。いえ、何も書いてない。うん、あ、うまいですね。そう。書いてないですね。映画の見どころを3人連続しりとり。え、難しいね。笑って、泣けて、ほっこりするよ。よ。よ。いや、難しい。夜でも朝でも、いつ見てもテンションの上がる映画。が。ガビーン。いやいやいや。っていうガビーン。になっちゃった。でしょ。いやいや。いやそうなんだ。がっつり笑えるシーンといえば、はーちゃんのズドーン。いやいやいや、ところどころ運が入ってくるからどこで終わるかなと思ったら最後も運じゃない。最後も運、さすがですね。ね。おお、いけるね。あ、今だから打ち明けたい小さな秘密は、今回私は映画から入ったんですけど、うん、もうチームが出来上がってるじゃないですか。うん、すっごく居心地が良かったんですけど、うん、あまりの面白レベルが高すぎて一瞬疎外感をすごく感じてしまった。嘘。この火の打ち所のない
この現場とこの面白い作品とにちょっとついていけないかもって思って。それ最初の方ですか？最初の方かもしれない。マリカちゃん繊細だからね。孝太郎さんなんてみじんも感じないけど多分あの人はもうやることバーンやってもなんか帰ってくるって。確かに。あ、これいける。書いてません。はい。おお。はい。撮影中の一番の楽しみは何だった？ネタバレにもなるんですけど、ちっちゃな子供が出てくるんですけど、本当にその子が癒しで、3歳ぐらいだったの当時はね、ずっと遊んでました、その子と。もうね回ってますね。やばい。あ、来た来た来た。あ、そうです。そこ。おー、いやいや、一本一本だよ。なかなかだね。あ、これなるほど。あ、書いてあった。撮影中に一番笑ったことは、まあでもやっぱり野生爆弾クッキーさんのシーン、台本上だと2行しかないところを7、8分通してもうずっと回しっぱなしで、大喜利のようにこの武器がいっぱいあって、そこから次から次へと持ってきて、ネタ見せみたいになってましたよね。もうやばいよこれ。もうやばい。お、行きましたね。行きましたね。意外といっぱい書いてあるね。こんだけあるのに。劇中で一番お気に入りのセリフは、それこそズドーンってね。ズドーンね。もう本当セリフにズドーンって書いてるの初めてで、しかも結構あの時監督めっちゃこだわってめっちゃ言いに来ましたよね。そう。普段あんまりお芝居ではそんなにね、確かにね、めっちゃええやんみたいな、面白かったでみたいな感じなのに、いやちょっと母ちゃんズドンのニュアンスが違うねんなみたいな。そこだけすごいめっちゃルトーさんこだわってて、難しかったけどお気に入りのセリフ。さか私まで回ってくるとは思わなかった。本当だ。意外とね、このジェンガってギリギリになってから意外と長かったりするんだよ。本当これはさ、それは、それは早いよ。あーやばいやばいやばい、あーやばいやばい、あ、もうやばいやばいやばい、そこに行くんだね。どう見たってこれ抜けるわけないじゃん。確かに。すごいやばかった今。え、行けないよねそれね。行けない。あー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 やったやった。うわー、やりましたね。負けだ。川口さん10ポイント。はい。松本さん20ポイント。お。玉木さん40ポイント。やった。優勝です。プレゼント？あ、出た。どうせメロンだと思ったわ。フルーツ大丈夫ですか？お好きですか？お口に合わないか？ちょっと正直に言っていいですか？はい、メロン苦手です。じゃあこれはどうですか、松本さんにお譲りする形でもありですか。そうだね、それはね、そう、今回ゲストで出ていただきましたし、映画にメロンも苦手ではないですか。うん、大好きです。ああ、もうじゃあ持って帰っていただきましょ う、ね、そう。本当にいいんですか。嬉しい。めちゃめちゃめちゃ嬉しい。1万6000円って書いてあったから相当いいメロン。1万6000円のメロンはちょっと食べたことないです。まあ、本当にこんなね、豪華なお二人とゲームできる機会なんてないんで、私は非常に楽しかったですけど、どうでしたかお二人は。いや普通にやっぱ楽しいし、ね、このテンションでいけるんだったら別にね、いくらでも、うん、いくらでも参加しますよ。いいですか。もちろんもちろん、また機会がね、本当にこんな感じで出れるんだったらもういくらでも、ね、でもだって3人でアイルベーダーしながらって面白いかもしれない。奥主不動座シネマはね現在公開中ということで、うん、皆さん本当にもう何も考えずに映画館に行って笑えるのは間違いなしだと思うので、ぜひ皆さんご覧ください。今日も2人来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。